これといったモデルはなくて、自分が生まれ育った環境とか、あとは挫折とか、あとは人から聞いた話とか、そういうのをもとに、自分が人に教えるのはどういうものかっていうのを、ゼロから組み立てていきました。もうとにかくシンプルに、シンプルに。もうシンプルであればあるほど、広がりやすいし、多くの人に届けやすいと。あと、誰でも書けるってことが重要で。例えば、子供とかに、学校の黒板に書いてほしいんです。そういう意味では、まあ、100点満点のキャラかなと思います。まあ、本当に、この先生一人、あのキャラがいれば、もう、その全体の画面というのは、すごくもう、キャラが立っているので、逆に、この先生一人を思いついた後は、生徒たちなんかは、あえてキャラを立てないようにっていうのを、意識しました。そうですね。だから、この先生一人決まれば、後のキャラは割と、適当に決めていって、あとは話が進むにつれて、だんだんキャラは自然に立っていく。タコと、あとはスライム型の不定型の、生物とかもいいなと思ってました。なぜかっていうと、自分はあんまり絵が上手くないので、人間を描くのがとても時間がかかるし、めんどくさい。関節がないというのは本当に素晴らしいことで、特に適当に描いてもキャラになる。これはちょっとした発明だったと思っています。大体、まあ、どんなものでも目と口さえあれば表情はつくと思うんですね。例えば、セサミストリートとかも車が普通に喋ってたりする。もうそれだけで表情豊かになるなっていうのが、分かっていたので。だから、バラエティに富んだ表情っていうよりは、丸の中に好きに描けばいいという。だから、街中とか見て丸いものを見ると、ついつい何か、これだったらこの先生入るんじゃないかとか考えてしまうと。これは連載やってる途中の職業病みたいな感じでした。漫画を見た人からは、あなたはコロ先生に似ているねと、言われました。ただ、前の漫画描いた時なんかはネウロに似てるねって言われましたし、大体自分が常にどのキャラにも入っているので、やっぱり、出てくるキャラは大体似てると思いますが、とりあえず今回はコロ先生に似てるとよく言われます。あとは、そうですね、教訓で言うと、本当に自分が生きてくると、とか誰が生きてきても、普通の社会人の人が生きてきても当たり前に感じる教訓というのを、分かりやすい言葉でまとめて、少しでも同じようなつまずきが、ね、読む人がないようにとか、あとはつまずいた時に早く立ち直れるように、そういう教訓を、集めてみました。まあ、さっきも言ったように、挫折とかの、立ち直り、特に挫折は本当に怖くて、自分がそこで腐ってしまうと、すごく立ち直るのに時間がかかって、それはとても時間の無駄だし、切り替えて先に進むしかないと。そういったことをコロ先生が、本編の一番最後の方で生徒に最後の授業として言ってるんですが、それが一番自分の、伝えたかったことだと思います。